全馬ゲートの中、体制完了。スタートしました。まだ横に広がっています。シャトーゲート、1馬身のリード、そして2番手には内からアドマイヤー王、その後はランスジャッジ、これが3番手、間からコップロック、あと10番の位置に草一郎、それから1馬身差アドマイヤー流、そしてその外目にはニコルピロレガーもぴったりと並んでいきます。さらにニューバランド、あとはカチカレキングの星、最高峰は7番のファストカテヤナという体型で、シャトーゲート2名でリードを2馬身保っております。その後にランスジャッジ、草一郎、現在3番直線コースに入ります。シャドウゲート先頭、外からはトップロック、連れてダンスジャッジ、内からはアドマイヤーボーラ、ちょっと外に寄りつけるが最一方、シャドウゲート粘る粘る、外トップロック、あと200を通過、横に広がったデューターワールド、3番手トップロック、もうちょっといっぱいか、内バチカラキングの星並んだ、ゴールイン、勝ったのはデューターワールド。